はい、どうも、ごきげんよう、かいです。今回は、俺が高校生の時にやってた、禁断の左手の、フィンガリングトレーニングを紹介しようと思います。トレーニング方法を紹介するわけじゃなくて、普段、動画を見てるみんながやってるトレーニングを、さらに、10倍もしくは100倍ぐらい、しんどくさせるやり方なんだけど、これには一つ道具を使うんだけど、みんなもね、多分ベタラーなら持ってると思う、このね、ヘアバンド。これを使って練習します。これをどう使うかっていうと、左手にこうね、取り直したんだけど、左手にこう、はめてあげて、こんな感じで、なんかクロスさせる感じかな。もう一回つけようか。こんな感じ。まず人差し指からこう、ちょっと軽く伸ばしてあげて、で、クロス。で、こっちもまたクロス。こんな感じで、なんかこう、なんだっけ、こういうなんか、あやとりみたいな感じで、はい、つけてもらえばいいかな。って感じでつけてもらって、で、多分小指が多分長さが短いと思うから、ちょっと長さをね、自分でこう下げてあげて、こんな感じで波にしてあげるといいんじゃないかな。うん、で、この状態で、普段、みんながやってるような、練習してるフレーズを、練習してもらうんだけど、本当にきつい。何がきついって、やっぱその、閉じ込められてる感じ。ずっともう圧がかかって、こう、負荷がかかって、指が動かないようになってるから、すごいもう腱に負担がかかるのね。だからこれをほんと長時間やるとガチで腱鞘炎になる。で、俺高校生の時は、だからちょうどそのね、ダンベルとかみたいな感じでレベルアップさせてやりたかったから、まず輪ゴム1本とか、で、2本、3本って増やしていって、最終的には確か輪ゴム10本分ぐらいで練習してたのかな。うん、確か。ぐらいで練習してた。こんな感じ、なんでもいいんだけど、例えばこれ、まあ、6連符にしようか、こう、こういうやつ。っていうのを、この、このヘアバンドとかゴムをつけた状態で練習します。で、このゴムをつけた状態で練習するんだけど、そう、やりすぎるとすぐこの左手がうっ血してって危ないから、ちょっとだからすぐ休憩してあげても、うん、いいかもしれない。で、最初はね、多分5分とか10分は持たないと思うから、で、めちゃくちゃ練習した後にすぐ離して、またこう離してちょっと回復させてあげてみたいな感じでやってあげると、うん、いいんじゃないかな。普段の練習が時間取れない人、なんか仕事とか学校が忙しいとかね、そういう人が、合間時間を見つけてこれを使って、まあ本当何でもいい、まあ一番オーソドックスなあれにすればいいみたいな。これだけでももうきついからね。そう、なんで大変か、このゴムをつけることによって大変かっていうと、まあ単純にこの指と指がさ、もうこのゴムのせいでこう縮込められるわけだから、このより普段のフィンガリングよりも分離、指の分離っていうのが求められる。そう、くっついていっちゃうからね。そう、くっついてくるから、左手、この自分の指でコントロールしないといけないのよ。じゃあ6連符のフレーズもう一回やろうか。こんな感じで、俺はなおかつ、こういう6連符のフレーズを練習するときに、例えば、今は人差し指、中指、小指っていう、グループで練習したんだけど、こんな感じか。うん。で、こういう時ってさ、薬指余ってさ、なんつうの、空中に浮かしてるじゃん。で、空中に浮かしてると、なんとなくその暇だから、こう、例えば3弦の9フレットとかに薬指を置いて、で、その下の、7、8、10っていうフレットで、6連符練習したりする。3弦はこんな感じで、もう完全にこう固定されてて、このね、こう薬指をここでも6。で、下の、この2弦で6連符してあげる感じ。そうすると薬指がここでロックされてるから、この他の指を分離させるいい練習になるんだよね。で、これを、そもそもこのゴムがない状態でやってもきついけど、これでやるともうさらにきつい。こんな感じ。こんな感じかな。で、これは、逆もしっかり、この小指を、この辺に置いて、他の指で。とか。あと、中指を、3回に置いて。こんな感じで練習してあげてすると、もう、やばいね。普通の練習の数倍の、ほん、数十倍、100倍ぐらい。100倍は言い過ぎかもしれないけど、効果が得られると思う。俺はこれを高校の時にも毎日やってて、もうほんと毎日腱鞘炎ギリギリぐらいな感じで練習してたね。で、これをやっていくともちろん持続力もアップするし、うん、いいかなっていう感じ。まあでもほんとちょっと自己責任でやってほしいかな。この練習絶対体には良くないと思うから。うん。
まあ、でもやっぱり少し限界を人間超えていかないとなかなか身につかないものとかあると思うから、まあ、ちょっとね自分への挑戦じゃないけど、まあ、俺からの、ね、挑戦状も兼ねて、まあね、ヘアゴム一つ輪ゴムで、ね、輪ゴムをなんかね何個かあればできると思うからぜひ試してほしいかな。で明日からは、このヘアバンドありきで俺が高校時代にやってた、まあ、練習の数々をフィンガリングね、紹介していこうかなと思ってるから、まあ、ぜひかかってこいって感じで、まあ、動画見てくれたら嬉しいから、はい、じゃあ今日はそんな感じで、じゃあまたお会いしましょう。ではさようなら。